おはようございます。ラブ川崎のお時間です。はい、さあ、オリンピックも、うんうん、もう終わりですね。ハッピーバースデートゥーユー。そうでしょう。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアアツシさん。マジっすか。いやいやいや、オリンピックの話するって書いてあったじゃない。そんなのですよ。いやいや、本番始まってどっか行ったぞと思って何と思ったの。うわ、こんな仕掛けがあったんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。2月22日で42歳になりました。中年でございます。抱負を一言。そうですね。早くね。豊富ですよね。まあワンパクでいきたいなと思いますね。うん、今も十分ワンパクなので、はい、もう一言。そうですね。無邪気でいきたいなと思います。一緒じゃないですかね。まあでもそうですね。こうやって祝っていただいてですね。うん、本当に僕の力がどうなるか分かりませんけれども、どこまで届くか分かりませんけれども、ラブ川崎にね恩返しできたらいいなと思っております。はい、それでは参りましょう。はい、ラブ川崎スタートです。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、本当に。しゅうこさん急にどっか行ったと思って。あ、こう言ってますね。はい、ありがとうございます。はい、さあ今週も、川崎の情報満載でお届けします。はい、それではしゅうこさん今日のテーマお願いします。はい、はい、川崎といえば音楽ですよね。はい、さあ今回なんですが、川崎を中心にライブハウス、うん、ストリートで活動するミュージシャンを応援するコンテストイベント、はい、川崎ストリートミュージックバトルを特集したいと思います。川崎ストリートミュージックバトル、うん、はい、どういうものなんですかそれは。こちらなんですけれども、はい、出演者を市内で音楽事業を展開する企業や団体が推薦して、はい、音楽関係者との審査とオーディエンス投票によって勝ち進んでいきます。うん、はい、もう本当に川崎全体でもうこのコンテストを盛り上げてるってことですね。そうなんです。そしてファーストステージを勝ち上がった18組がセカンドステージへ進出して、うん、そしてその中から8組がファイナルに進み、グランプリが決定するといった戦いになっております。なかなかハードそうですね。そうなんです。そして本日は第6回グランプリに輝いた如月愛理さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。爽やかな方ですね。ねえ、笑顔がすみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。如月さんにはね、実際にミュージックバトルに出演しての、うん、出場しての感想などを後ほどお聞きしたいと思います。うん、はい、さあそのグランプリに輝いた映像があるのでご覧ください。2016年なので2年前ですね。懐かしい。懐かしいですか。ちょっと恥ずかしい。これは表彰式の時ですね。はい、いかがでしたか、グランプリって言われた時は。もうびっくりしすぎてしまって、フリップを落としたりとか、いろいろやらかしてしまいましたね。うわー、いいなー、ミュージシャン。羨ましい。素敵ですね。だって人に感動を届けるわけですから、ね、自分の歌によってね。はい、まあ、そもそもこのミュージックバトルに、はい、出場したきっかけは何だったんですか。きっかけがミューザーというところが川崎駅前にあるんですが、はいはいはい、そちらでフリーライブをやっていって、そこで出ていくうちに、よかったら出てみないかというふうにお声掛けをいただいて、はい、私もチャレンジしてみようと思って思い切って出場させていただきました。でもそういう場所があるということですね。さすが音楽の街ですよ ね。だから音楽のバトルってあんまりなくないですか。しかもかなりハードそうですよ。いや、そうですよ。大変ですよね。そうですね、かなりたくさんのアーティストさんが出られるので、はい、勝ち進んでいくのは結構大変だと思います。緊張もしますし、体力もいりますよね。緊張しました。もう緊張しすぎましたね。はい、もう出番前には前室の椅子でもう動けないって言って騒いでました。もう緊張して動けない、どうしようって言ってぐらい。でもステージに出すね、ああいうパフォーマンスですから。本当にやっぱプロなんですよ。そういうことですね。
さあ、そのミュージックバトルなんですが、今年は第8回になりまして、はい、ファイナルはサンピアン川崎にて3月10日に開催されます、はい、さあファイナルはね、どんなバトルが繰り広げられるのか、うん、とっても楽しみですよね。確かに。勝ち残ったアーティストをご紹介します。 VTR ご覧ください。川崎駅で PR ライブを行っていたファイナリスト4組に意気込みを聞いています。あなたの匂いが染みついて、これまでにないほど恋しくて嫌いする。奥山しおりです。ファイナルステージホールで歌わせていただけるんで、まあ、いつもの通り全力でライブしたいと思います。イエイ。沖縄居酒屋のユンタクというところで、結構頻繁にライブをしているのでよく来ていて、すごい大好きな街です。一つ言えることは、ものすごいたくさんの人に本当に応援をしていただいてここまで来たので、もう優勝、絶対優勝します。応援お願いします。と申します。川崎ストリートミュージックバトル、1回戦2回戦勝ち抜きまして、次にいよいよ3月10日ファイナルをサンピアン川崎で迎えることになりますが、僕たちの聞きやすいキャッチーな音楽を、川崎から世界に、そして日本中に、そして世界に発信できるよう頑張って演奏するので、よかったら応援しに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギターボーカルの菊池翔と、コーラスキーボードの咲ちゃんと、ベースギターコーラスのビッキーと、ドラムコーラスの皆川ひかるです。よろしくお願いします。3月10日、サンピアン川崎で、川崎ストリートミュージックバトル決勝、僕たちですね、コンテストだけども、一つのライブだと思ってですね、熱いステージを見せたいと思います。なので皆さんも一緒に楽しみましょう。必ず優勝したいと思います。よろしくお願いします。そしてこの他にもあと4組がファイナルに進出します。全部で8組ということですね、はい、さあこの中から一体どのアーティストがグランプリに輝くのか、来場者の投票によってグランプリの行方が変わってくるので、ぜひ会場に行って応援したいですよね。そうか、会場に行けば自分たちも審査員になれるということですよね。そうなんです。投票権があるということですね。そういうことだ。いよいよね、3月10日に決定しますから、はい、もう間もなくじゃないですか、はい、楽しみですよね。さて第8回と続いているこのミュージックバトルですが、どんな思いが込められているのでしょうか。このミュージックバトルの立役者、この方にお話を伺いました。川崎はね、もう音楽の街川崎として、まあ、今年で14年目になると思うんですけども、まあ私が運営しているミューザー川崎のゲートプラザライブとか、まあ、最近そういう子を皮切りにフリーライブが14年前から盛んになってきまして、やっぱり次のステップ、まあ、アーティストへの受け皿として、やっぱりそのな、メジャーや全国へ羽ばたいてもらうために、まあ、この音楽コンテストとして川崎ストリートミュージックバトルという場所を提供して、でまあ、ここの成績結果次第でまた音楽業界の方々にたくさんね、聞いてもらって見てもらって、それでまあ次へのステップとなってくれたらいいなというのが目的ですね。最初はまあ川崎の推薦団体だけで始まったんですが、年々回を重ねるごとに、まあ、現在厚木や小田原や、まあ、都内のライブハウスや横浜とか、さまざまなところから参加してもらってます。川崎から発信して首都圏全体に広がるような、まあ、首都圏ナンバーワン音楽コンテストにしたいなというのが一番の目的で、それでまあそれを川崎中心で発信できたらいいし、そこに川崎にアーティストがたくさん集ってきてくれたら、さらに活性化になるんじゃないかなというのが、まあ一番今の目的ではある。
川崎からムーブメントが起きたら嬉しいですよね。嬉しいね。ミュージックバトル熱い。うん、楽しみね。みんな頑張れ。楽しみです。頑張れ。ということで、8組で競うということで ね、グランプの行方、本当に気になりますよね。いやでも本当立役者ですよね、うん、石井さんって、ね、うん、相方のやっぱ気持ちがあるからそういったイベントもできるし、うん、そしてまずミュージシャンの方々の場所を、ね、作ってくれてるっていうのはいいことですよね、うん、確かに。グランプリを取られた、うん、ということですけれども、はい、このグランプリを取った後こう川崎で活動してみて何か変化感じますか？そうですね、やっぱりグランプリをいただいた後から、うん、川崎のイベントだったりお祭りっていうものに結構お声掛けをよくいただけるようになって、いろんな方に聞いていただけるきっかけを作っていただけたので、かなりそれをやっぱり自分でやっててもなかなかそういういろんな方が聞いてくださる場所に歌いに行ける環境ってないので、川崎にはその場所があるっていうことですね。たくさんありますね。ミュージシャンの方から見た川崎の街ってどう映ってますか？もうやっぱり音楽の街川崎なんですが、やっぱりそうですか、私が出演しているミューザーゲートプラザ前のフリーライブだったり、はい、あとは商店街だったりっていうところで、はい、ライブをやらせていただけたり、うん、あとはドラムを使ったバンドもそういう場所で聴けるっていうのが他では多分聞いたことがないんですよ。大きい音出ますもんね。そうなんですよ、はい、そういったものを公認でフリーライブとしてやらせていただけるっていうのはすごくということは、いい、ね、はい、私たちも気軽に川崎で音楽を楽しめるってことですよね。そうですね、うん、聞いていただける機会すごく多いと思うので、うん、皆さんにこう気軽に音楽楽しんでいただける街だなと思います。そういうことか、いい街だね。改めて思いますよ ね、 ね、確かに確かに、音楽が溢れてる、うん、素敵ですよね、うん、さあそんな川崎ストリートミュージックバトル、うん、ぜひ皆さんも注目して当日応援に行ってください。ぜひ行きたいですよね、私たちね、うん、さあこれはいろんなジャンルありますね、楽しそうじゃない。そうなんですよね、うん、今ね VTR で見ただけでも本当に個性豊かで、はい、ね、誰が本当にグランプリ取るか全然わからない、ね、その幅広さもまた川崎の街らしくて、うん、いいっていうのもありますね。こちらは3月10日、はい、サンピアン川崎で開催です。はい、ぜひね皆さんも会場に、はい、行って、はい、審査員になって、はい、ぜひその瞬間を見届けていただけたらなと思います。生音ですからね。そうですよ、最高ですよ、はい、さらぎさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。しゅうこさんもありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです。今回はですね、川崎で餃子といえばこちらですね、川崎餃子味噌を5人の方にプレゼントします。なんとかの川崎、いろいろありますね。そうですよ、餃子の川崎、はい、川崎餃子、はい、とっても美味しいですからね、うん、ご希望の方は3月3日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください、はい、番組ホームページからメールでも受け付けています、はい、音楽聴いて餃子食べていいですね、いいですね、満喫しましょう、はい。今回はですね、はい、シンガーソングライターの如月愛理さんに来ていただきましたけれども、はい、近々川崎でのライブ予定ありますか？どこでお会いできますか？うん、3月3日に、はい、ミューザゲートプラザ前でフリーライブがありますので、はい、ぜひぜひ聞きに来ていただけたら嬉しいです。先の予定さらにあります、うん、あと4月の19日に、はい、川崎のクラブチッタというライブハウスでやらせていただきますので、そちらバンドでお届けしますので、ぜひぜひあの歌声を生で聞いてみたいな、はい、ぜひぜひ来てください、はい、いや お邪魔したいと思います。目力すごいですよ、ね、だからこういう訴えかける力なんですよね、ミュージシャンの方はね。やっぱ淳さんがちょっと歌手になるにはまだまだ道のりが遠いですね。おこがましいですね。ラブ川崎、また来週です。はい、草薙さんありがとうございました。ありがとうございました。